オズの世界は、小森洋一による日本の長編小説。文庫書き下ろしにて修営者文庫より2015年11月20日に、刊行された。熊本県荒尾市の遊園地、グリーンランドをモデルに、地方の遊園地に配属された新人社員が、同僚や利用客との交流を通じて成長する物語を描く。かつて、グリーンランドに勤務した知人が主席で語った。 地方遊園地の舞台裏のエピソードから着想、海猿シリーズなどを手掛けた、小森発の女性を、主人公とした本作は、女優の春をイメージして執筆され、主人公の名前、波、平久留美にも、波、竜の2文字が用いられている。2017年に、不思議の国の波平さんと題して、旗結衣により、漫画家、さらに、オズランド笑顔の魔法を教えます。として、 春主演により映画化。一流ホテルチェーンに就職したくるみはグループ参加の九州にある遊園地に配属される。もともとテーマパークに憧れを抱いていたくるみは夢とのギャップに仕事に気が進まず不満だらけだったが、そこで魔法使いと呼ばれている天才社員小塚義彦と出会う。不慣れな地で、 遊園地を盛り上げるために奮闘していくくるみは次第にやりがいを感じていくがその先にはさらなる試練が待ち受けていた。22歳。TSW 遊園地事業部企画課社員。大学生の時に東京ディズニーランドでガイドキャストのアルバイトをしていたが新卒採用には不合格。後にホテルロワイヤルから内定を得てテーマパークでのアルバイト経験を買われ、 入社と同時にホテルロワイヤルの提携先である TSW へ出向を命じられる。30歳。TSW 遊園地事業部企画課係長。くるみの上司。TSW の集客率を上げ、企画を次々と成功させて、ことから魔法使いと呼ばれている。縁、橋本愛27歳。TSW 遊園地事業部宣伝課、くるみの先輩。 26歳、TSW 遊園地事業部企画科社員、くるみの先輩、不思議の国の波平さんと題して、旗結衣により、漫画化され、週刊ヤングジャンプにて2017年44号から連載開始、2018年29号にて完結した、全三巻、オズランド笑顔の魔法を教えます。のタイトルで映画化され、2018年10月26日に、 公開された。原作小説の主人公のイメージとなった春が主演を務め、撮影は2017年8月から9月にかけて、原作小説のモデルとなった熊本県荒尾市のグリーンランド園内を中心に、同県内にて行われた。不思議の国の波平さんに関するカテゴリー、オズランド笑顔の魔法を教えます。に関するカテゴリー、ありがとうございます。